い、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。今回はですね、ご覧の通り歴代の信長の野望シリーズチャレンジ企画と題してですね、今までに光栄の方から発売されている信長の野望全作品を最初からプレイしていきたいなと思っています。というのもですね、先日ツイッターの方で、今後どんなゲームやっていったらいいですか、希望しますか、要望ありますかっていうのをですね、ツイッターの方でアンケートを取らせていただいたところ、その一つに挙げていた歴代の信長の野望チャレンジ企画が最も投票が多かったので、まあ、その投票の結果に準じる形でですね、今回は歴代の信長の野望シリーズチャレンジ企画の方を始めていきたいと思っています。で、毎日1シリーズやるっていうのはちょっとなかなか時間も取れず難しいところもありますので、不定期にはなってしまうかなと思うんですが、まあ、必ず最後までやっていきたいなと思っています。で、ちなみにですね、ツイッターの方で、投票していただいた方本当にありがとうございました。最終的な結果はご覧の通りになっています。トロピコ5とかもやってみたいなと思ってますので、この歴代の信長野望シリーズの企画が終わったらトロピコ5とかもやっていきたいなと思ってます。あとは提督の決断とかね、そういうのもやっていきたいなと思ってますので、ぜひぜひそちらの方もプレイ始まったらご覧いただければと思っています。で、じゃあ歴代の信長の野望って何やるのっていうところなんですが、まあ、初代の信長の野望から始まり、最新作は信長の野望創造の、まあ、戦国立志伝バージョンまで出てますね。ということで14作品が発売されている状態になっています。で、これを上から順にプレイしていこうかなと思ってるんですが、まずは、全国版からですね、2番信長の野望全国版の方からプレイの方を始めていって、戦国群雄伝武将風雲録という形で、収録の方をしていきたいと思っています。で、基本的にはですね、もう滅んでしまったらそこで終了、その作品は終了というスタイルでやっていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。では、ここからですね、早速一番最初にプレイしていく信長の野望全国版、こちらの方からプレイしていきましょう。信長の野望光栄と出てますけどね、ヒートエニーキーということで、キーボードをですね、まあ、中心に非操作をしていく感じになっていますので、まあ、適当なボタン、キーを一つ押していきましょう。で、ニューゲームが1、ロードデータが2ですので、まあ、ここはニューゲームを選択していきましょう。で、17カ国なのか50カ国なのかというのがありますが、信長の野望は一番最初に出た、信長の野望というものに関して言うと17カ国版だったようで、まあ、その名残でおそらく17カ国があるのかなと思うんですが、まあ、せっかく今回は全国版というのをプレイしていっていますので、50カ国でやっていきましょう。コンピューター同士の戦いを見ますか。これはノーですね。ファミコンとかってコンピューター同士の戦いとか見始めると結構厳しいことになった思い出がいろいろあるので、信長の野望に限らずですね、ここはコンピューター同士の戦いを見ますか。ノー。方言モードにしますか。これちょっと見てみたんですけど、方言モードにするとなんかよくわからないかつ読みづらくなるので、方言モードには今回はしないでプレイしていきたいと思います。何人でプレイしますかっていうのは、まあ8人ぐらいまで確かプレイができるっていうのをなんかの説明で見たんですが、まあ、今回は1人でプレイしていきますので1人です。で、じゃあどの国を担当するかっていうところなんですが、まあ、ここは無難に信長でやっていきましょう。25終わりですね。名前はこのままでいいです。とで、こっからがちょっと面白いんですが、いくつかパラメータが用意されていて、まあ、信長だったら全てが優秀とかね、そういうのがあったと思うんですけど、ここではもうランダムに決まっていきます。健康が91、野心が105、運が82、魅力が76、 IQ、 ここ知力じゃなくて IQ なんですね。 IQ が109、要素合計比463、まあ、これはいいのか悪いのかっていうのもあるんですが、これで進めていきましょう。
で、コンピューターの強さは今回はちょっと優しめでやらせてください。いつも信長の野望、創造とかね、戦国立志伝では長級でプレイをしているんですが、さあ1560年春から始まりました。まずは一期が始まっているようなんですが、早速ちょっとここで何ができるかというと、命令表っていうのが出てきて、これで数字を入れて何をするかっていうのが決められるんですね。では早速戦争を仕掛けていきましょうか。どこに攻め込むかというと、まずは美濃を攻めましょう。で、最大動員兵を率いて早速合戦に出ましょう。まあ、ちょっと何を目的にするかというのはあるんですが、一応足利が、まあ、京都に上洛したら一応そこで一旦終了にしたいなと思ってます。では信長をどこに配置するかというと、まあ、ここに配置しましょう。で、第二軍団を、そうだな、まあ、この辺りに配置して、第三部隊をここに配置しましょう。で、4、5って感じでいいかな。信長のいるこの第一部隊が壊滅すると、その時点で終了になり、なってしまうので、まあ、そうならないようにだけはしていく必要があるかなと思います。で、部隊を移動させていきましょう。あ、斎藤軍はあまり動いては来ないな。第二部隊は動かしていきましょう。そうか、あそこは山になってると、山は動けないのか。ってことは上から回っていかなきゃいけないとかあるのかな。ちょっとそんな感じもしてきましたね。ここはじゃあ上に回り込ませていくのを基本方針にしますか。このマップはもしかしたらランダムなのかな。険しい山みたいなところはきっと動けないんですね。なので険しい山になっていないところから攻めていく必要があるって考えると、上から回り込んでいくしかないのか。なんとなく分かってきましたね。斎藤軍も動いてこないけど、これ当時はこうやってピコ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 キーボードを叩きながらみんなプレイしてたのかな。結構ね、なかなかどうしていろいろ不便さみたいなものはやっぱりありますね。
斎藤軍も動けないのか、何なのか。とにかく敵の第一部隊を倒していく必要があるので、信長はあまり動かない方がいいのかなっていう感じなんですよね。で、今第二部隊がここにいるんですけど、この第二部隊ってこんなところに来させたけど何もできないんで、ちょっと戻しましょう。で、第三部隊はそのままちょっと、斎藤軍に攻めかかってもらいましょうか。第二部隊はどこに行こうとしてるんだろうな。そしたら第三部隊で第三部隊をちょっとつついてみますか。攻撃は2ですね。 OK。 で、第一部隊はここに来て敵の第二部隊を攻撃できるようにしましょうか。斎藤軍はあんまり動いては来ないな。これは敵の何か目論見でもあるのかな。で、第二部隊が完全に迷走状態に入っているので第二部隊を戻しましょう。で、第三部隊、今選んでる第三部隊で、まあ、基本攻撃ですね。よし、敵の第三部隊が壊滅したと言ってくれているので、まあ優勢なんでしょう。で、第5部隊を動かしていきましょう。まあ、第1、第2部隊はちょっと、まあ、なんていうのかな、こう守りじゃないですけど、あまり動かさずに、終始防衛に徹しましょうか。で、第4部隊で敵の第2部隊を攻撃だ。で、第5部隊は進軍させましょう。敵の第2部隊は壊滅した？うん、いいじゃん。で、敵の第5部隊が前進してきたんだな。で、今、味方の第1部隊、まあ、信長のいる本軍ですが、本軍に関しては、ちょっとこのまま様子を見ましょう。で、第3部隊で敵の本軍を攻撃です。で、第4部隊は進軍しましょう。何？我が第3部隊が全滅しただと？で、ここで攻撃だな。第5部隊はこのまま一旦待機。何？
第4部隊が壊滅したか。結構押されてる感じにはなってんのかな。これでそろそろ蹴りをつけたいんだけど。よし、敵の第一部隊は全滅。織田様、敵は全滅ですぞー。ということで、これで美濃を取ったんだな。斎藤義達は死亡しました。ということで、尾張を取った後の信長が美濃を取った感じですね。こんな感じで山城、31番で山城を取りに行きましょう。織田様、兵士がおりませんぞと。マジか。こんなことってある？そういうこと？尾張を取られましたね。まあ、美濃を本拠地にしたのでいいとはいえ、どうしようかな。このままだと拉致が開かないよな。せっかく取ったのに、北畑に尾張を取られたので、ちょっと取り返しに行きましょう。全軍を持っていくとダメなんだな。30ぐらいでちょっと攻め込みますか。いや、ちょっとこれで戦うの危険すぎるよな。一旦ちょっと税率とかを改定したりしていきますか。何？徳川が攻めてきただぞ。マジか。まあ、どっから敵が攻めてくるかですが、家康は一番端か。まあ、ここは進軍していきましょうか。で、攻撃を仕掛けていきましょう。まあ、先制攻撃していった方が絶対いいからな。何？壊滅した。早いな。なんかこれは敗北の予感も若干するけど大丈夫か。まず第3部隊は上にいさせてももうしょうがないことが分かったので移動しましょう。何？味方の第5部隊が全滅しただと。まずいな。これはやられるんじゃないか。いや、徳川の軍強いな。味方の兵力がなさすぎるっていうのはあるけど、これは降参することもできないし、このままいくと完全に負けるな。マジか。え？
これで終わり？この家康のほんって顔してるけど、これで終わるのか。ちょっとどうしようもないけど、どうしようかな。これだって攻撃とかしても勝ち目ないでしょ。全滅したけど。織田様乾杯です。一人残らず戦死？マジか。で、これでゲームオーバーって感じになっちゃうんですね。これはね、なかなか攻略の糸口がちょっと全くつかめないまま、信長の野望全国版終了でございます。完全に終了でございます。人間50年、下天の内を比べれば夢幻のごとくなり、信長。というわけでですね、まあ歴代信長の野望シリーズ全部やるって言って始めたその第1回目がですね、ちょっとこんな形で終わってしまって大変申し訳ないんですが、これはですね、ちょっとリベンジも、検討させてください。検討させてください。ただ先に進まないとですね、実はこの信長の野望シリーズは冒頭にちょっとお話したように、かなりの作品数が出ていまして、この信長の野望、いわゆる全国版の後にもプレイしなきゃいけない信長の野望シリーズがずらっと書いてます。最初にお伝えしたように、全国版の後は戦国群雄伝があり、武将風雲録があり、覇王伝、天正記、小生録とかいろいろ続いていってますので、この情けない結果に終わってしまった全国版、これに関しては必ずどっかでリベンジをお約束しましょう。ちょっと攻略の仕方とかを見てリベンジをするんですが、次回はですね、戦国群雄伝でお会いさせてください。というわけで、この信長の野望を全部やるシリーズ第1回目、かなり皆さんのご期待を裏切る結果になってしまったんじゃないかなと、心苦しい点が多いんですが、次回は戦国群雄伝でお会いできればと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。